はい、どうもこんにちは、デジラボの TT とゼロンです。イエーイ、イエーイ。はい、ということで今回もデジモンカードの対戦動画を撮っていこうかと思います。はい、今回僕が使うのは9年懐かしのアーマーシェッコンのデッキを使っていこうかと思います。いやー、もっと環境と思ってで前環境いたやつで、もう最近はね、めっきり出番もいっちゃったんだけど、一応診断でゴールドブイドラゴン、新しい、そう、黄色のアーマー帯と、あとまあブラックサーレモンがね、スイカーまたいやらしいかまあちょっとこの辺のね、新ギミックを加えたアーマーシャッコーっていうのをね、ちょっと今日やっていこうかなと思います。そんな対する僕が使うデッキはこのギルモンのデッキです。お、もちろん松田隆と言います。あー、確かにね、診断でこの辺もアクロスタイムとオルダナティブでかなり両方とも強化されます。アクロスタイムで、まあ、このアクロ高とか、うん、ハイパースピリットエボリューションができるようになって、うん、でこのギルモンがトラッシュ20枚、お互いが、それの合計がトラッシュ20枚以上だった、合計で20枚以上だったら、速攻エルモンで、何もない場面でも、この3コースで登場させてから、アクロ高でハイパースピリットエボリューションできるっていう。あー、そっかそっかそっか、速攻でデュークモンになれるのか。で、あとは、まあ、前の高さの進撃で、速攻触っても殴れるようになるっていう。あー、なるほどね。圧倒的速さを手に入れた。その速さにね、これは耐えながら対抗していこうかと思います。お願いします。じゃあ今回はあえてダイスでなくじゃんけんで結果つけてもらう。最初グーチャンキンポイ、成功。パワーを出したぞチャンクス。これが言いたかっただけだで、レジタルゲートオープン。事故ったタカを買って終了おい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 、ドロー育成ね、俺もね、今自己理解してたんで、ゼロコストで有効に進化で、はい、ドロー。あ、これちょっと微妙な。2コストで、ゴールドブイドラゴンに進化で、進化にドロー、早速進化のカード使っていく。そして4コストで、なんか回ってるように見えるけど、全部今引いたカードが、セアルの剣で3手返します。トップ解決ドロー。さあ、トップ解決できるか。トップ解決しました、ギルモンに進化。ギルモン、ギルモンに進化。進化にドロー。1コストで、グラウンに進化。はい、進化にドロー。3コストで、グラモン、メガルグラモン進化、進化にドローで2で返します。2でもらってドロー、育成そのまんまで、はい、でメインフェーズ入るんですけど、俺はパスをする。おお、なんでもないパスをドロー、自分のこのままで出しましょうよそんなことできませんよね。3コースでギルモン登場、はい、ギルモン登場で4枚オープンします。その中の松坂パスを1枚加えられる、強く加えるってないもんで、いや、メガルグラム行きすぎやろこれはこの時怪しいんじゃないか。このリップでメガルグラムします。で、しょうがないから、2コーストで、ブラックグラムに進化します。進化時の診断のカードを僕は進化時、2枚、これがデッキから2枚発表します。そんなのスラッシュのギルモンかグラーモンかデュークを含んで11枚加えられるものですけど、このギルモン回収して2です。いやー、強いなー。前で育て始めちゃったなそれは困るな。育成フェーズ、育成前出します、はい、で、メイン回収時、第1手の効果、第1手の剣の効果で守りプラス1、はい、勇気の VT アタックいこうかな。ゴールドブイドラモン、6000でセキュリティアタックいきます。アタックに V モード効果、テーブが7枚以下なんでワンドローで、6000でいって8000、消滅しやがったはぁしそれは辛い。いや、僕もこのメガルグラムがもうメガル、このメガルグラム全部見えちゃったんですけどそれ結構エグいな。ニコッと洗ってグリモンを今トップ対決というか引いたライドラモンに進化で、進化時カードドローとライドラモンの効果でまずレベル4以下のアイドルゲージを出すと、辛い。で、ダイスキャンド剣の効果でアクティブになります。取られちゃう。取ってこう、ライドラモンでアタックします。はい、で、アマパチ、はい、こっちだけは生き残るで2コスト払って、はい、ブリモンをアンキロモンに進化、身体移動で1で出します。手を入れます。ドロー入っていきます。はい、さあ、4コストで、メラルグラモンデュークに進化。あ、さすがになるよな。進化移動ポップです。そりゃ強いわ。進化時に6000回デジモンを1体消滅から消滅、消滅したんで松田高効果でひねしめぐりプラス1、はい、で、で進撃を得てるのでリュースモンでアタック、アタックに6000回デジモンを消滅させるんですけど、ここの効果で相手のデジモンを消滅せなかった時、セキュリティ1パックお願いします。辛い。アンキロモン、アンキロモン、アンキロモン、もう3枚見えちまった。アタックにデジモン効果でワンドローで、進化元のグラモン効果で全パックして1万4000で1点お願いします。マグラモン、これで2で返します。2でもらってアップグリッドアクティブドロー、育成フェーズで復
かしてみになります、はい、さっきからね、食い物全部トップ解決マジで危ねえすごいさっきからね、なんか育成がギリギリなんだよあちこそ払ってフルメタルブレイズ、レベル4以下のデジモン2体を戻すで、その後、はい、8枚以下ならレベル6以上のデジモン1体をデッキの下に戻す下に戻してもらって6で返します。6でいただきます。こちらにもう2点取られるのはきつすぎる。こうやってドロー、セーブ。とりあえず0コストでギルモン24回ドロー、4コストでカバーとあります。あー、来ちゃったか。3コストでギルモン投入が狭すぎる。とりあえず4枚かユーフグラスのギルモン高田がないよ この順番で戻して、これ1位出します。1返しか、辛いな。これまだな、多分出せないな、今は4コストで、大好きよ、登場で豪華で3枚オープン。ゴールド V ドラゴン、V モン、ブラックサイフ、あ、フィールドがしてきたこれはゴールド V ドラゴン取ってみましょう、はい、で、ブラックサイフ上にしてレッキ戻します、はい、で、3で返します。ありがとうございます。ドロー、育成このままで、はい、2コストでギルモンをグラム進化。いやー、後ろでさ、大丈夫だったよ。怖いな、きついな。3コストでメモリーブースト使います。はい、他に4枚1、2、3、クリムゾンどんどんまずいことになっていく。回収がこれはこのブラックグラウンドで、はい、クリムゾンを上にして、これでまあ大好きな方が3で返します。3でもらいます。あー、辛すぎるぜ、ドロー。さあ、じゃあ3のままでメインがあります。はい、ここは3コストでブリモン登場します。はい、効果で3枚オープン。はい、ブリグラモン、ブリモン、ブリメダルです。あー、おー、怖い。じゃあここは、フリーの、ライドラモンを手札加えて特殊下戻します。はい、じゃあ2コスト払って、ブリモンを、ゴールドメダルモンで進化します。はい、進化時カードドロー、ね、進化時効果、5段の間相手手手モニターの DP をマイナス2000なんで、ギルモンマイナス2000で、はい、で一応まあその後に赤、青か黄色のテーマがいれば追加効果あるんだけど、まあデジモンがいないんで関係ないですね。はい、それで2からまあ3です。3で返します。はい、ディフェンスドロー、杖、ワイン、このままで。はい、メモリーブースト使います。はい、これでぴったし20枚お互い。ああ、なるほど。ゲームオン3コースで登場、登場時、速攻やます。いやそっか、まだだ、処理したんだけどな。結局それで速攻得ちゃうか。2コストで、グラウンに進化。はい、進化ドロー、進化でお互いでいくから2枚発行お願いします。いやー、つらいな、さっきから。ルモンってそんなかったで、ギルモンかグラウンかデュークも回収できるもんで、まあ、このブラックグラウンでもメガラグラウン回収できるだけでも偉いんだよな。で、3コストで、メガラグラウンで進化。はい、進化ドロー、進化でお互いトラッシュ3枚回収お願いします。ルモングラウンを少していく。で、それで、タカとアレルモンでポスターにタカと貼って、これ殴らずにこのまま3で返します。やべ、15枚になっちまったぜ。結構増やされたな、一気に。じゃあ、アクティブフェーズはそのままでドロー。クセイフェーズ前出しましょう。はい、で、メインフェーズやります。アイスキャンド剣の効果で、プラス1で。4で始めて、じゃあ3コスト、エンジェルに進化。で、進化時ドロー。はい、じゃあエンデモンとゴールドブイドラモンでジョグで進化するとき、エンデモンの効果、はい、進化するときに、セキュリティが3枚以下なんでリカバリーします。お、そんな効果が。その通り。これで増えたんで、あ、シャッコか。で、このまま進化、シャッコーモン、進化時ドローで、シャッコーモン効果、進化時にまずリカバリーで、セキュリティが5枚あで、ジョグで進化しているとセキュリティの枚数以下のレベルを持つ相手デジモン1体を手札に戻せるんで、まあ、本当は手札に戻せなかったけど、おかしょうがない、手札に戻しましょう。はい、ここからが問題だ。はい、本当はね、殴ってセキュリティ削りたいんだけど、こいつ知るといる、それはそれで困っちゃうんで、3コストでマグラモン X に。なるほど。こいつはまあ、ゴールドベドラモンもいるんで、こいつは当然、吸収効果、攻撃を、数効果を持っているんで、うん、これで2から3で返します。はい、いただきます。ブロー、前に行きます、これは。はい、さっきのくれた、3コストでガンガンで出たっていうか、どうしたか分かった。いや、違う。3枚お願い。まさか普通にデッキやばいぞ。これは流動上は厚いけど、まさかと払っときたいから、まさかとありますか。はい、で、消滅するとそれでメモリーが偉いというから消滅できなくなったぞ。
チーフがもらう。もらうか。4コースで、メガログラーマー、ユースの進化、はい、進化リドロー、進化時、カナダコップと進化に出てるもんで、セキュリティアタック、まずディギモン効果でワンドロー。で、でアタック時に、まあ、進化時に6000回いけなかったもんで、アタック時の6000回効果でなきゃいけなかったので、キム・ハッキーお願いします。決めたもん。で、突進でいく。で1回突進でいきます。じゃあ、マグナモン X の効果で、消滅するとき必ず代わりに上に置くことで消滅します。で、はい、これで相手消滅しなかったのでこれで4お願いします。はい、じゃあ4でもらいます。フェーズ出してるの育成フェーズで孵化してメイン。デッキがやばい、なんでだろう、まあ、こんなデッキがやばくなると思わなかったな。デッキがやばいから俺もあんまチンタラできなかったんだよね。これじゃあゼロコストで V モンに進化して進化してやろう、はい、あ、すいません、メモリプラス1があるんですね。で、シャッコーモンを3コストで、マナカイ、マナモン M3 進化、はい、進化しドロー。残り枚数が6枚か、出会って4枚も削んなきゃいけないか、結構やばいな。これはユース狙えるのか。ユースは毎回勝ちで狙われる可能性があるんで、だから、ここにメモリを渡さない方がいいんで、ここはマナモン X で、アタックします。で、シャッコーモンの効果、こんなの間、相手のデジモン1体の2秒マイナス3000するんで、マイナス3000します。はい、9000で。バニャモンの効果でバンドローしてしまう。はい、急戦でやられます。はい、あんまり時間がないぞ俺も。本当はな、進化して3で返したいんだけど、あの進化すると道路効果デッキが減ってしまうんだよな、うん、いや、けどあれだな、いや、ここはあれだな、メモリーを確保しよう。2コスト上がってライトラモンに進化、はい、進化しドロー、これしかない。で、3コストで V モン登場で3で返します。 V モン出しちゃっていいんですか。いや、もうね、出さざるを得ないけどデジモン増やさないと。ギルモを後ろで進化します。はい、進化リドロー。2コストでグラムに進化、はい、進化リドロー。3コストでメガログラムに進化して、まあ、実質3で、まあ、アクティブ、はい、いや、俺のラストターンになることは必死なんで別は前に出してメイン回指示大好きなんだけど4プラス2で、はい、さあ、このターンで決めきれるか、運命の時だな。じゃあ行きましょう。ジャミング V モン、V モンでセキュリティアタック2000、はい、5000、じゃあ消滅はなし、はい、じゃあライドラモンセキュリティアタックいきます。私、ワニャマの効果、青のテーマがいるんでワンドロー5000でいって、はい、チェック8000、じゃあアーマーファーシ、はい、さらに、マグナモン X セキュリティアタックいきます。私、ワニャマンでさらにワンドロー、はい、2000、はい、そしたら2コスト払って V モンをライドラモンに進化、うん、で、進化時カードドロー。ナイドラモンの効果じゃないよ。大好きなのけんの効果、はい、2色のデジモンに進化したんでアクティブになります、はい、で、5000でセキュリティアタック、チェック8000、いや行き過ぎお前正面めっちゃいったな。そしてこれで最後だ。俺は3コスト上がってマグナモンか、俺もマグナモンに進化、あー、ジャストジャンドローはできない、うん、そして一応進化に効果1、2、3、お前にやられたわ。4、5、6、6体のハマタイがいる。テクノカルが1万2000アップ、1万9000。おら、ありがとうございました。待って、やってくれたな。まあ、セキュリティっていうより、デッキ破棄が多かった。そうだね。いやでも、危なかったよ。もう、椅子に3枚、目一気に削られたから。まあ、そう。診断で出てくるとこのブラックグラウンドが、あの、進化時にトラッシュから、あの、お互いの、あのトラッシュを肥やしながらあの回収できるもんで、うん、でまあ言わずもうあの前の一個前に出てくれたこのメガログラウンドがやっぱ一番進化元も上も強くて、うん、で他にグラウンドがいいのないかなと思って探したらやっぱり、こいつは、ドラゴンズラって出てくれた前のやつなんですけど、うん、こいつが進化時やっぱり3枚お互い肥やしながら、うん、あのギルモンとかタカと張れるんですけど、うん、で今回出てくれたこのギルモンが20枚超えると速攻を得て、うんうんうん、で最終説明書にハイパースピードエヴォリューションなり普通にあの、まあ、進化してても全然一打点にもなってくれるっていう優秀なカードです。うーん、いやー優秀だね。マジで破棄しながら、ね、自分の、まあ、相手の動きというか相手のあれも制限しつつこうやって自分の動きをボンボンってされるからこっちも結構ね焦ってましたね。いや、アーマータイってやっぱちょっと焼けなかったのでちょっとあれでしたけど、焼けたら今みたいにメモリー稼ぎながらどんどん、そうですね、こっちがなんとかアーマータイで耐えれたからよかったけど、多分耐えなかったらあのメモリープラスも相まって多分普通にこっち、そうですね、セキュリティが、そう、セキュリティリカバリする前に駆られてたと思うんで、
結構ギリギリな勝負なんだから、うん、そうだね、セリフィーも特に今ヘブンズジャッジメントが入ってたからちょっと受けも微妙だったし結構危なかったかなという感じでしたね。はい、ということで今回の動画面白いと感じてくれた方ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。